今のところ、次期戦闘機は2035年の引き渡し開始を予定としている。2023年3月に開催された DSEI ジャパンで展示された GCAP、グローバルコンバットエアープログラムに基づく次世代戦闘機のディスプレイモデルがお披露目となった。この戦闘機が日本の有事の際にどのように役に立つのか一緒に深掘りしていきます。XF9 エンジンの量産化を目指し、今から各戦闘機に搭載、テストするだけでもブラッシュアップするのに、X3 新進量産化が実現するかもね。2023年9月12日に、日本、イギリス、フランスの防衛産業大手同士で、グローバル戦闘航空プログラム GCAP の次世代戦闘機に関して、概念フェーズ要求を提示するための3者間協定に合意したことを三菱重工が発表した。GCAP の開発、配備、運用は、数十年の長期にわたり、3カ国の政府、軍、多数の企業が、多くの分野で重層的に協働、協力することになるのは間違いない。成功すれば、日本、イギリス、フランスの安全保障、軍事の絆は極めて太くなる。共同訓練や部隊展開が一時的な軍事協力の流れであるとすれば、共同開発イコール構造化であり、GCAP は、まさに、イギリスの言う新たな同盟の象徴となるだろう。2013年6月には、日英首脳会談において、アメリカ以外の国との初めての防衛装備品にかかる協力で合意し、7月には日英防衛装備品技術移転協定に署名している。2015年1月に、日英外務防衛閣僚会合で、共同研究の開始に合意した新たな空対空ミサイル、ツナムが、2022年プロトタイプの試作を終了し、2023年度末にプロジェクトを完了することを発表した。ツナムを今後 F-35 搭載に向けた量産化を検討しており、 GCAP への搭載の可能性も視野に入れているのだろう。イギリスは現有のユーロファイタータイフーンの後継機テンペストの開発について2019年にスウェーデンと、2021年にイタリアと覚書 MOU を締結している。イギリスのテンペストと日本の F-2 後継機は要求性能や導入時期等の共通点が多く、両国が必要とする改修の自由を互いに認め、対等な協力関係を構築するというウィンウィンの関係が期待できる。巨額な開発費用と技術リスクの低減も実はメリットであり、ツナムの経験で積み上げてきた技術協力の実績が日英共同開発を後押ししたと言っても良いだろう。これに、テンペスト MOU 締結国のイタリアが加わり、日英共同開発としてスタートしたが、ここにスウェーデンが加わる可能性もあり得る。GCAP は、世界的に通用する真の次世代戦闘機を2035年に引き渡すという軍事上及び産業上の共通目的に対して、イギリス、日本、イタリアの3カ国と、それぞれの産業界の協力をもたらす新型戦闘機の開発プロジェクトでもある。合意したのは、イギリスの BAE システムズ、日本の三菱重工、イタリアのレオナルドの3社である。これは、GCAP が次のフェーズへと進むにあたって、必要となる3カ国間での強固な協力体制を反映することで、プロジェクトを確実に前進させるものだ。なお、協定の中には、統合への熟達や協力、情報共有なども含まれている。この日英3社間協定は、現在協議が進められている次世代戦闘機の開発について、長期的な役割分担やコンセプト、要求される機体性能の明確化をサポートするために必須のものだと三菱重工が説明している。また、航空自衛隊では、F-2 の退役が2035年頃から始まるため、それに合わせて導入予定だ。日本の次期戦闘機は、F-22 や F-35 などに代表される第5世代ジェット戦闘機を優越する次世代の星空戦闘機となるだろう。次期戦闘機のコンセプトは、次のような重星空 ISR 機のことである。重ね長大な航続距離、重武装、
一定のマルチロール能力、聖空対 FI 戦闘での敏捷性、空中撃破、敵 A2AD 環境での生存、ISR 機構性能センサ、全体ネットワークでの目、機上での統合処理など。この A2AD、アンチアクセス、エリア、デニアルとは、接近阻止、領域拒否のことを指しており、ネットワーク戦闘の中心となって、数的劣勢下でも、敵のステルス FI を撃破し、一定のマルチロール能力も備える。日本は、GCAP の開発担当部位において、機体構造の軽量化、エンジン、レーダーの3点を基軸に希望しており、共同開発国であるイギリスとイタリアと一緒に、2024年まで交渉が実施される予定だ。なんといっても、日本の強みは、高い技術力であるので、その高い技術力を生かして、世界最高峰の性能を誇る聖空戦闘機が完成することを祈るばかりである。その中でも、エンジン分野を一例に挙げると、日本が開発した XF9 では、世界トップレベルのタービン入り口温度 1900°C を達成している。このタービン入り口温度というのは、ジェットエンジンのサイクル性能上、最も重要な指標となるものだ。他にも、XF9 では、多数の最先端技術が活用されているため、これを開発した日本の技術力は、世界最高水準であると言って間違いない。2021年9月には、日英官民の担当者が揃って、具体的な協力の内容や枠組みについて協議したのだが、イギリス側は、テンペスト用エンジンに関して、基本設計から、日本の協力を希望すると述べた。その結果、イギリスが出資した資金で、IHI とロールスロイス社が、共同で、技術評価試験用エンジン XG240 を、設計とともに開発を手掛けている。また、日本とイギリスの安全保障協力の強化に向けて、政府は、自衛隊とイギリス軍が共同訓練を行う際などの対応に関して、あらかじめ取り決める円滑化協定を、10月15日から発効させることを決めた。円滑化協定の締結、発効は、オーストラリアに次いで2カ国目となるのだが、これは、地位協定とは違うものであるので、注意していただきたい。円滑化協定は、自衛隊と他国の軍隊の相互訪問を円滑にすることを目的に、共同訓練を行う際の武器、弾薬の取り扱いや、事件、事故を起こした場合の裁判権などについて、あらかじめ取り決めるものであり、地位協定は、外国軍隊の駐留や軍事基地の使用に関する法的な取り決めを指している。日英円滑化協定は、今年の通常国会で承認され、イギリスとの国内手続きが終わったことから、政府は、9月15日の閣議において、10月15日から発効させることを決定した。これに関して、今月、新たに就任した木原防衛大臣は、閣議の後の記者会見において、日本とイギリスは、アジアや欧州における、最も緊密な安全保障上のパートナーだ。防衛省、自衛隊として、協定を早期に活用する予定で、防衛協力を深化させていくと意気込みを述べた。陸上自衛隊と英国陸軍が、2023年11月に、日本で共同訓練を実施する予定で、防衛省は、協定の適用に向けて調整を進めているようだ。確かに、国際共同開発は、参加国の優れた技術を持ち寄り、開発コストや技術リスクを分担、低減できるメリットがあるため、西側諸国では主流となっている。GCAP の今後の課題として、一つは、運用要求の相違や経費分担と製造部位等のワークシェア、知財、IP の帰属など、各国の思惑と利害が衝突する要因も多いという懸念がある。実際に、フランスはユーロファイター共同開発から離脱し、ラファールの独自国産に成功しており、GCAP のライバルとも言える、ドイツとフランス共同の未来戦闘航空システム、通称 FCAS は、スペインが参画したことで、ワークシェアの合意が崩れたため、開発作業が中断し、運用開始が大幅に遅れている。GCAP は、日英の政府間及び参画する三菱重工、BAE、レオナルド社等の間で、協力の座組や製造分担等を検討中であり、今後の進展を見守っていく必要がある。そして、最後に、
もう一つの重要な課題は、開発した GCAP の輸出に関することで、日本は、日本自身の輸出や第三国移転となるイギリス、イタリアへの輸出について、装備移転三原則との関係を整理しなければなりません。日本の防衛に関することだから、野党と与党が喧嘩する場ではないでしょう。